こんにちは。こんにちは。今日から YouTube チャンネルを始めました。プロサッカー選手の小池純喜です。梶川亮太です。今日からいろいろチャレンジしていこうと思うので、ぜひ見てください。やっぱりこの2人でした。お願いします。ね、お前ら2人かと。すぐにでもチャンネル登録してほしい。お願いします。今日は早速、バーテをね。まあまあ恒例ですよね。結構サッカーのチームではね、まあ、遊びでやったりとかするんで、練習の最後に取り入れられたり、ゲームみたいな感じでやることが多いので、いろんな種類の、まあ、ボールというかチャレンジしていこうと思うんですけど、ヴィッセル神戸に所属してる那須大輔選手がこれをチャレンジしてて、プロなら補給になるんで、プロならね、はい、当てれるんで、サッカー界の先輩であり、YouTube の先輩の那須選手が補給以外でできるってことは、そうです。で、那須選手はテニスボールだけ失敗したみたいな。これだけできない、はい、これは多分難しいですよ、ね、ここら辺はできたのかな。こっちはもうやっぱり、まあ、それは那須さんに挑むのか挑むのか違うのでいくのか、はい、少しね、少しね、今回やっていきます。お願いします。お願いします。まずはそうです、ねね、サッカーボール、自分たちの競技でもあるサッカーボール、次どうする、同じようなでいくと、丸いドッジボール全部5球ずつ、交互に蹴っていく。で今はフットサルコートなんで、半分のラインより後ろから蹴る、からバーに当てる、上のバーに、まあ、プロサッカー選手だ、プロサッカー選手だ、プロサッカー選手だ、まあ、まずこれは必ずクリアしなきゃいけない。5球以内にクリアしたら次はどっちで、5球以内に当てられるとっていうか、まあそんないるんかと言いたい。違うね、キッカーは、やっぱキッカーなんで、そしかと僕受け手なんで、はいはい、キッカーはそれがやっぱそれが正確にね、狙いを済ませて、当たり前、当たり前だ。行きましょう。行こうか。で1人5、1人5球、はい、交互に1玉5球だから。そうですね。行きます。うぅ、ふぅじゃねえ。惜しいでしょ、今。ちょっとね、僕はもう、振り切って当てる。落として当てるのとか。もうこれで当てます。これで当てる。いきます。はい。全然浮いてないぞ。いや、浮いてないから。やばいぞ。3球では当てましょう。ここでは行きましょう。チームとかでもやるんですよ。抜けてって最後残った人罰ゲームみたいなのを。そんなの僕ら残ったことないんで。まあ、ほんまに当てようと思えば。ちなみに那須さんは、ボールがバーの下に頬に行ってる間はまだ感覚がつかめてないおっしゃってました。一旦つかまんとこうとしました。あえて、はい、どうしよう、これ緊張してきたわ。一回目外して行きます。まあ、めっちゃ緊張するじゃん。出ないです、出る、出ないです。うわぁ当たったね、今。これ入れていいですか。恥ずかしい、当たってないから。試合より緊張します。いや、本当緊張するよ。なんだろう、緊張が。じゃあ、はい、今の音どこが当たった今。ちょっとほんまに VR 今のこれ、ちょっと、はい、いや、わかんないですよ。当たってんじゃないこれ。超微妙なんで、微妙な場合はでももう一回ちょっとなりますよね。ですよね。時間使ったのに。VR 結果ちょっと際どいんで、この5球目で当ててください。もうめちゃめちゃいいやつ、はい、これが当たんなかったらもうわかんないから、ちょっと慣れてきたら、うん、いけるから。そうなんですよ。素晴らしい。VR やっぱね、もう VR で際どかったけど、最後の最後ですね。最後の最後で最後決めればいいんで、僕らもこれなんですよ。さすがプロですね。はい。やっぱプロは違いますね。プロはもう違う。ボールクリア。ボールクリア。じゃあ次ドッジボールいきましょう。ドッジボール。じゃあ次僕から。はい。いいよ、一発だ。はい。探ってきます。なんか感じ的にはさっきよりちょっとなんかちょっと重たい、重たい、なんかあんまり浮かないイメージ、浮かない感じの、ちょっと強めに蹴ります。時間も一発目で当てます。わぁ、なんですか。じゃあ、当てます。
めちゃめちゃ浮きました。素晴らしい。やった。ドッジボールクリア。ドッジボールクリア。クリアじゃなくて。え？全然やってない。これ引っか。引き立て役やから。っていうかまあそんないるんかも。当たり前。当たり前だ。しかも一発目で当てます。ドッジボールクリア。次いける。次いきます。いいっすか？いいっすか？ちょっと。これに関して言うと、ほんまにわからん。オリンピック。これはほんまに一発で当てる。そうだよ。ほらこういうことなんすよ。自分が一番驚いてたじゃん。わかる。ちょっと晴れちゃったもん今。やばー。めっちゃ嬉しい。こういう気持ちやったんや。めちゃめちゃ嬉しい。すごい。さすがですね。今んとこ全部クリアしてますね。まあ当たり前なんで。プロだったら、うん、クリア。クリア。テニスボールにするか、まあバランスボール。せーので指差します。ちょっと言い訳させてもらって、ほんまにね。あ、下のね、うん、このコートの感じと。那須さんは多分芝がこうパッパってなって、天然芝浮いたんですけど。っていうのも踏まえて、前でどっちにするからね。まあそれでも那須さんに挑むか、まあ、別の手を見せるか。せーの。でも当ててるとこ見せたいから、見ていただいてる。バランスボールって飛ぶのかなっていうのを見せたい。ああ、でもまあ。なんか見たことある。感じでいけばいい。どこ向いたいかよく分からない。準備も大事なんですね。これで梶川選手決めてくれれば 2-2 で、さすが KK コンビってことになりますから。わかんないかもしれない。空気をねちょっと入れてみたんですよ。だからもうちょっと感覚あるかもしれないんで、それでも当てようと思います。はい、いきます。当ててください。バウンド。難しい。あ、いやもうチャレンジ失敗ですね、はい、チャレンジは、はい、5回なんで、もうこれは失敗ですね。ノットクリア。バランスボール。ノットクリア。結構いいとか感覚が違ったんで、サッカーボールもドッジボールもいつもの芝生の感覚とちょっと違うんで難しかったですけど、ボールの特徴も良かったり、なんか重心が違ったり、どこ飛ぶか分かんなかったり、うん、なかなかすぐは当たらなかったですけど、5球目とかで芝生ボールが好きだね。プロっての難しい。あー、良かったです。じゃあ結論はそれなりにサッカーボールに似ているボールであれば、まあ、そこそこいけるんじゃないかな。いけるんじゃないかと。そうですね。検証結果さ、説、じゃあ立証という。立証、はい、ぜひ誰かチャレンジしてください。はい、できた。ありがとうございます。ぜひ来てきてないけどこれ。クリア。クリア。ノットクリア。よかった。ありがとうございます。 YouTube チャンネルを開設しました。やっぱりこの2人で、やることになりました。やることになりました。でまだ名前が決まってないですね。どういう、そうそう、チャンネルの名前がね決まってないので、まあせっかくなんで何かいい名前があればと思って、うん、募集をかけたいなと思うので、募集したいと思います。この YouTube のコメント欄に何かいい名前を書いてもらうか、ツイッターでハッシュタグで YouTube 小池梶川ってやってもらえれば、こっちで探して
厳選して厳選して選びたいなと、うん、ハッシュタグ YouTube 小池梶原ってどんどん投稿していただいて、まあ、目通して決めたいなと思っています。ぜひいっぱいいろんなね、いろんなアイデア欲しい、はい、もしかしたら組み合わせる可能性もある。ああ確かにそれうまいよ、ぜひよろしくお願いします。